始まりました。ハラベルチャンネルです。ヘアメイク科のイラリです。本日は原宿の美容学生の毎日メイクを紹介していきたいと思います。今日は春夏のメイクをしようと思うので UV 対策バッチリのピンクメイクを紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんの参考になればと思っています。それではやっていきましょう。まず前髪をピンで留めていきます。次にスキンケアをやっていきます。今日使うスキンケアはアイムフロームのライストナーっていう韓国の化粧水です。まずコットン2枚分に化粧水をたっぷり浸します。1枚目のコットンで顔の皮脂や汚れを落としていきます。2枚目を使って顔にたっぷり水分を与えるためにパッティングをしていきます。次にシトラナのスカールクリームを塗っていきます。手に少量取っていきます。夏は油分が皮脂やテカリの原因になるので乾燥が気になるところだけに塗っていきます。これでスキンケアは完成です。次にベースメイクをしていきたいと思います。ベースメイクはまずキャンディードールのブライトピュアベース CC ラベンダーを使っていきます。これはあまりつけすぎると白すぎてしまうので少量取っていきます。薄く手に取って伸ばしていきます。この下地には UV 効果もあるので日焼け止め代わりにもなるのでこの下地一つで大丈夫です。目周りのくすみが強い部分には多めに塗っていきます。他にも赤みが気になる人はミントグリーンがあるのでそちらもおすすめです。次にキャンディードールのブライトピュアクリームミントを使っていきます。こちらのクリームはボディにも使えるものでトーンアップをしてくれたり赤みをカバーしてくれるものなんですけれど赤みを隠したい部分など少量つけていきます。次にアイブロウを描いていきたいと思います。アイブロウに使っていくのはキャンメイクのミックスアイブロウ07番を使っていきます。そしたら眉毛はこちらの MAC の 219S のブラシを使って描いていきたいと思います。まず眉尻をこちらのコイルを使って描いていきたいと思います。このブラシを使っていくとふんわり色がのってくれるので自然な眉毛に仕上がってくれます。なので初心者の方でも使いやすいと思います。そしたら次に真ん中の色と一番薄い色を混ぜながら眉頭の方を描いていきたいと思います。ブラシは眉毛の毛流れに沿って動かしていきましょう。眉毛はあまりカーブを出さずに平行目で短めにすると可愛い印象になります。そしたら次にアイメイクをしていきたいと思います。アイメイクはまずアディクションのザ・アイシャドウ099番を使っていきます。これを指に取っていきます。アイホールの範囲に薄く伸ばしていきます。下まぶたにも目頭側から伸ばしていきたいと思います。次にスウィートの2018年5月号の付録のスナイデルのリップ&チークを使っていきたいと思います。こちらも手で薄く取って伸ばしていきます。二重幅からじんわり広げていきます。下まぶたには同じく薄く取って黒目の下に入れていきます。次にエチュードハウスのケアアイライナー BE101 を使っていきます。これを先ほど下まぶたに塗ったオレンジの上から重ねていきます。次にケイトのコンシャスライナーカラーヌーディーブラウンを使っていきます。そしたらこれで涙袋の線を描いていきます。笑った時に線が入る部分に薄く描いていきたいと思います。そしたら綿棒を使ってぼかしていきます。次にキャンメイクのラスティングリキッドライナーの02番を使っていきます。目尻だけアイラインを引いてきます。少し垂れ目を意識して引いていきます。
垂れ目にラインを引くときは自分の目頭よりも低くならないように気をつけましょう。そうしたらまた同じアイラインで黒目の下にまつげの影に見えるように線を引いていきます。そうしたらまた綿棒でぼかしていきます。次にまつげを上げていきます。まつげを上げる時のコツは根元からしっかり挟んで何段階かに分けて毛先までカールを入れていきます。正面から見るより横から見るとまつげのカール具合が分かるので綺麗なカールを描いているか確認しながら上げていきます。そしたら次にダイソーのユアグラムのアイラッシュコームを使ってまつげをスパレートにしていきたいと思います。そしたら次にキャンメイクのクイックラッシュカーラーのブラウンを使っていきます。まず上まつげの根元に塗っていきます。まばらになるようにイメージして塗っていきます。このマスカラはカールキープ力も入っていてマスカラ下地兼マスカラみたいな感じなのでこれ1本で仕上がります。根元を乾かす間に下まつげも塗っていきます。そしたら一回コーミングをします。マスカラ下地を塗っていきます。ある程度乾いたらまたコーミングしていきます。そしたらアイメイクは完成です。次にハイライトを入れていきます。ハイライトはセザンヌのパールグローハイライトの01番のシャンパンベージュを使っていきます。これをまず手に取っていきます。鼻先に塗っていきます。この時あまりつきすぎてしまうとテカリに見えてしまう原因になってしまうのでポンポンポンと柔らかくつけていきます。そして鼻根のところにも乗っけていきます。そしたら次に付属の筆で頬のこの部分に乗っけていきます。次に同じく筆で顎先に縦のラインで入れていきます。そしたらまた指にとって唇の上の部分のくぼみの部分に乗っけていきます。そしたら次にシェーディングをしていきます。シェーディングはキャンディードールのシャドウリキッドの05番を使っていきます。そしたらまず腕から余分な息を取ります。ブラシを鼻筋の部分に入れていきます。ポンポンポンと点でのせていきます。そしたら指でなじませていきます。同じように鼻先にも入れていきます。そしたら次に鼻の下にも入れていきます。下唇の影になる部分にも入れていきます。そしたら次にブラシに多めにとってフェイスラインの気になる部分に入れていきたいと思います。私の場合はここのエラとここに乗っけていきます。しっかりと指でなじませてください。そしたらリップを塗っていきます。マリークワントのリップスティック C の R01 番を使っていきます。このリップは友達からの誕生日プレゼントでもらったリップでこの春夏に合う赤リップになっています。そしたらこのリップを唇の内側に塗っていきます。ポンポンポンと色をのせていくイメージです。メイクが完成しました。私の毎日メイクでしたが春夏のフレッシュな明るいイメージをしたピンクメイクをしてみました。私のメイクのポイントとしては肌のくすみが気になるのでラベンダーの下地でカバーしたりエラだったり頬骨の出っ張りが気になるのでしっかりシェーディングでカバーしたりなど自分のコンプレックスな部分もメイクでプラスに変えることができると思うので皆さんもぜひやってみてください。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ!